さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。今回の審判ゲストは JFA 審判 S 級インストラクターの広島義和さんです。今日も皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するシーンはこちらです。先週水曜日と週末のゲームの中から3つのシーンを選出しています。では早速見ていきましょう。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第11節、川崎フロンターレ対セレッソ大阪、81分のシーンです。フロンターレの攻撃シーンです。左サイドで細かくつなぎ、下がってきてパスを受けた塚川からのボールを田中がワンタッチで家長へ、さらに三笘に渡すとペナルティーエリア内に仕掛けたところで三笘がシュート。これが見事ネットを揺らしますが、ここでオフサイドの旗が上がりノーゴールの判定となります。一見するとどこでオフサイドがあってゴールが取り消しになったのか難しい場面でしたが、まずはこのシーンを取り上げていきます。さてというわけで、まず平畑さん、このシーンどこでオフサイドがあったのかお分かりになりましたか？多分家長選手がボール受けるところがオフサイドだったのかなっていうか、画面では映ってなかったんで分からなかったですけど、決まった後にフラッグが上がった瞬間に自分では勝手に、多分家長選手が縦パス受けたところがオフサイドかなっていうのは思いましたけどね。はい、中継見てる方でも結構疑問に思った方いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう声も届いてますかね？来てます。三笘選手のゴール取り消しはオフサイドディレイの典型例だったと思いますと。そういう方針と頭では分かっていますが、慣れるまでもう少しかかりそうです。私のやったーを返してください。かっこ笑い。というのが来ております。それはおそらく多くのサポーターの方が思ってると思いますけれども。まあそうでしょうね。はい。さてというわけで広島さん、はい、この場面ではオフサイドがあった時に旗が上がらず、ゴールが決まってから旗が上がりました。はい、この番組の中でも何度か出てきていますが、はい、いわゆるオフサイドディレイという行為だと思いますが、なぜそうするのか、はい、そうなるのか改めてちょっと説明していただけますか？そうですね、こういうオフサイドのケースであると、オフサイドの旗を上げてしまった、その時に本来であればオフサイドではないと、オフサイドポジションにいなかったとか、非常に難しいケース でその時に上がってしまうと本来であれば、得点になる、あるいはシュートにつながるっていう、そういうシーンがもう、完全になくなってしまうんですよね。それを消さないためには遅らせる、で得点にならないとかなりそうなケースがもう起こらないと分かったところで旗を上げるということをしているということですね。はい、原さん、オフサイドディレイについては気になる点というのはありますか？今回ので言えば家長はこうなんだろう、オフサイドポジションから戻ってきて受けて、だからゴール方向に行ってればまだ分かるけど、こう戻ってきてるで、まあもちろんそこから次の人は前向きにこうまたプレーしていくんでしょうけど、その後すぐシュートとかならまだ分かるんですけど、結構時間がかかってますよね、うん、あれ、うんうんうん、でだからみんなってそんならもっと早くっていう思いはやっぱり どっかにあったと思うんですよ。だから僕らは聞いてるのはやっぱりオフサイドディレイってゴール方向にそのまんまボールが向かってるみたいな感じだから、これボールが一回戻ってきて、でそれ戻ってきたのをそのまんまシュートとか、そのままなんか決定的なシーンというよりは、これあれで時間かかってるところがみんなあれってこれは何だろうっていう、で特に三笘とかあんだけいいゴール決めたのにみたいな感じになっちゃうと、なんかちょっともったいないなっていう感じがしちゃったね。やっぱりもうすごく原さんの言われることは僕は共感できるところで、私自身もこれを見たときはいやここまで待つんかって思いました。これは上げちゃってよかったんじゃないかという感じですか？私はそう思っています。そうだよね、はい、僕もそう思いましたもん、はい、それが本当に微妙で言ったようにその次をダイレクトでシュート打つとか、はい、そういうとこならまだいいんですけど、はい、あんだけ時間かかるような時は上げていいんじゃないかなって僕は思っちゃいました、うんうん、だからあれも流すのかっていうのがちょっと僕の正直な意見ですね、はい、多分多くの選手たちもそう、サポーターもそう思ったんじゃないかな、うん、このシーンはっていう気がしましたね。全くそうですね、
だって一番あのなんかサッカーのこう楽しみを消さないための VR でこのディレイだと思うので、そういう意味で言うと一番サッカーの興味損なうような形になっちゃったと思いますね、はい。これでも広島さん、今原さんおっしゃったように、例えばじゃあ家永選手が落としたボールをそのままミドルシュートでダイレクトで打ったりすることもあるわけじゃないですか。そうですね、はい。そうすると副審の方はその家永選手がボールを受けた後に何が起こるのかっていうのを予測することも もちろん難しいわけですし、はい、そのフラッグアップをするのかディレイするのかっていう判断も一瞬でその先の展開も考えながらしなければいけないというのは相当ハードルが高いと思うんですけれども、はい、そのあたりはいかがですか。まあ、でもこの J1 でこの VR があるところをするためにはそういう能力が必要だと思います。ということで言うとサッカー理解で、このシーンであれば、家永選手の後ろにそういうフォローしてきてシュート打つ選手がいてるとかいうところまで視野に入れながら状況を見てる、そういう必要があると思いますね。このシーンはでも広島さん、主審と副審の間でディレイディレイっていうすり合わせはされてるんですよね。もちろんされてたと思います。あの多分主審の方は家永選手がオフサイドポジションにいてるということも分かった上で見てたんじゃないかなというふうにあの思いました。縦パスが入りますよね、佐藤主審この次にここで1回見るんですね、うんうん、副審を。なので、家永選手がオフサイドポジションの可能性があると思って副審を確認しました。で次にもう一度プレーに目を移してからもう一度確認するんですね。でここで副審も少し旗上げかけたので佐藤主審は口に加えかけたんですよね、笛をね。でもここでディレイという更新があったので吹くのはやめてプレーをそのままフォローしていくという形に進んでいきましたね、はい。じゃあやっぱり2人の間ではオフサイドがあったけれどもディレイを行うよということを確認していたということですね。そうですね、そういうふうに思います、はい。平田さん、まあ、このオフサイドも決して、はい、まあ、戻りオフサイドで入れ替わる感じですし、それだけでも難しいと思うんですよ。でさらにその後の事象まで副審は今考えなければいけないというのはちょっと仕事が相当ハードになってますね。だと思います。あの VAR 入って一番あのなんか作業が増えたというか判断すること増えたのもしかしたら副審の方かなってあの多分思うんですよね。だからすごい大変だし、多分広島さんがあの副審を始めた頃からしたら仕事量ってすごい増えてるんじゃないかなと僕はあの想像してるんですけど、広島さんいかがですか。もう全くそうです。あの私が始めた頃ラインズマンだったんでそこから、いろんなファールのサポートが入っていき、今度 VAR になってきたら旗のタイミングっていうのも考えながら、その中でこう優先順位、そういうものを考えないといけないので、どんどんあのハードルが高くなっていくと思います。あとはあの J1 やったり J2 やったりっていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、その時のそのやり方の違いとかって結構やっぱ頭の中切り替えないといけないですよね。そうですね、はい。結構あの先週の水曜日とか火曜日はほらルヴァンカップのグループステージだったんですよね、はい、うん、でそこであの審判の方に会ったらやっぱその試合は VR 入っていないんで、だからその切り替えも結構同じ J1 でも大変だって言ってましたね、はい、だと思います。というわけでまず一つ目はオフサイドディレイについて改めて議論をしてみました。